アラド AR-197AR-197 の模型アラド AR-197 は第二次世界大戦にドイツのアラド社で未完の航空母艦グラーフツェッペリンでの運用を目視して設計、製造された単発、服用の戦闘機である。わずか数機の試作機が完成しただけでメッサーシミット BF-109T アメ155のために計画は破棄された。 AR-197 は計画されたドイツ海軍の空母グラーフ・チェッペリンとベーター・シュトラッサーから運用する艦上戦闘機への要求に橋を発していた。AR-68H はアラド社としては完全密閉式のコックピットを持つ最初の機体であり AR-197 の元となる設計に選ばれた。AR-197 の試作初号機。 V1 は AR68H を元にしており、完全密閉式コックピット、ダイムラーベンツ DB600 アンペア倒立、V 型エンジンと3枚プロペラを装備していたが、環状機用装備は備えていなかった。試作2号機の AR197V 2は V1 と似てはいたが、BMW132DC 製型エンジンを装着し、アレスティングフックやカタパルト用スプールといった、 艦上機用装備を備えていた。AR197V1 と V2 は、両機とも百9 3 7年春に初飛行を行い、試作3号機は同年夏に製作された。V3 は、より高出力の BMW 製母子型エンジンを装着し、2丁の 7.92mm 機関銃と一門の 20mm 機関砲といった武装を施した最初の試作機であった。 また胴体下には4発の 50kg 爆弾、予備増装、または煙幕散布機を吊り下げることのできるラックを装備していた。AR197V3 は評価試験にかけられることになったが、量産機種には選ばれなかった。空母グラーフ・チェッペリンが完成する頃には AR197 のような服用機は戦闘機としての優位性は望めなくなっているはずであり。 1939年に BF-109 戦闘機の艦上基盤である BF-109T が AR-197 の後継機に選ばれた。1941年には BF-109T の後継機として ME155 が選ばれた。K&Smith スス P24 ありがとうございます。